ふーん。あ、でもただ一つだけ、誠さんから頼まれてることがあんねん。頼まれてること？うん。もしお客さんの中でコウモリの入れ墨をした男の人を見たら、すぐに教えてくれって。コウモリの入れ墨？コウモリの入れ墨をした男、誰なんやそれ。うちも詳しくは知らへんけど、誠さんずっとその人を探してるみたい。なるほどね。誠さんから入れ墨聞いとったんや。ことなんてそれくらいしかないから、バイトしてる子はみんな協力して探してるんやわ。なるほど。なるほど。それで最初俺が入れ墨しとる言うたら食いついてきたんか。そういうこと。コウモリ、女を使って男を探してるか。あ、あかん、そろそろ次の人と待ち合わせの時間や。次やと？まだ遊ぶんか。ほな、うちはこれでバイバイ。たまにはうちに帰れや。気が向いたらな。あっこちゃん、パパ活楽しんでるね。とりあえずほぐし会館に向かおうぜ。